ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢はどんな曲が好きか？俺は最近、演歌にハマってる。演歌って染みるよな。魔理沙、演歌って何の略か知っている？略？実は演歌は、演説家の略なんだ。演説の歌？明治時代の自由民権運動において政府批判を歌に託した演説家が元々の由来だ。演説家。じゃあ、ガトーって何の略だかわかるか？ガトーショコラ？飢餓の餓の意味でもガトーと呼ばれた。飢餓の餓ガトーは、それこの前、解説してもらった。そうだ、あの島だ。ガダルカナル島。この島での戦いはミッドウェイ作戦と並んで、日本敗戦の転機になったと言われている。ガダルカナル島で、なぜ、勝てなかったのか？この激闘の裏側は、ガトーと呼ばれた悲劇も3人の人物を軸に解説していくぞ。前回は一騎士隊の壊滅と亡霊部隊の解説もしてくれたな。そうだ、前回は一騎士隊を率いた一騎士清直大佐が主役だったが今回は第2弾。この人物から紐解くガダルカナル。誰だ？その人物とは辻正信。最終階級は陸軍大佐。ノモンハン事件、太平洋戦争中のマレー作戦、ポートモレスビー作戦。そして、ガダルカナル島の戦いなどを参謀として指導。作戦の神様と称えられる一方で、部下への責任を押し付け、自決の強要、戦後の戦犯追及からの逃亡など、批判もある、曰く付きの人物だ。曰く付き。辻大佐から紐解くガダルガナルの戦い。そこには組織の難しさ、現在に通ずる問題点も浮き彫りになるぞ。じっくり学ぶ。ということで、ゆっくりしていってね。ガダルカナルの作戦で日本軍の目的は、アメリカに奪われたヘンダーソン空港の奪取。この空港を日本が取り返すことで、アメリカとオーストラリアを遮断したいと考えていた。そこで、一騎士隊がミッドウェイから転戦しガダルカナルに上陸。ヘンダーソン飛行場を奪取すべく奮戦し壊滅する。亡霊部隊になるほどの悲劇だったんだよな。その壊滅の報を受ける前、8月中旬から川口清武少将率いる川口支隊約4000名の輸送が始まっていた。しかし、連合艦隊司令部は一騎士隊の先遣隊が壊滅した8月20日に、ガダルカナル島付近で敵機動部隊が出現との報告を受け、川口支隊の船団輸送を一時中止、ガダルカナル島海域の航空優勢の確立のためトラック島の機動部隊に出撃を命じた。こうして日米両軍機動部隊の間で、8月23日から24日にかけて、東部ソロモン海域において第二次ソロモン海戦が戦われることになる。第一次は日本が勝ったんだよな。そうだ。第二次は、海戦の結果、日米両軍とも空母戦力に相当のダメージを受けた。だが、アメリカ軍は護衛空母ロングアイランドを使ってヘンダーソン飛行場に航空機を送り込むことに成功。そのため、ヘンダーソン基地航空部隊の動きが活発化し、川口支隊の船団輸送も中止。輸送は駆逐艦によるネズミ輸送と、島津隊の大発動艇などの船艇機動によるアリ輸送。ネズミとアリ？そうだ、ネズミ輸送は、駆逐艦による輸送作戦の、当時の軍内部での俗称だ。アメリカ軍に制空権を奪われたガダルカナル島への増援部隊輸送物資補給が低速の輸送船で行えなくなったために、高速の駆逐艦を利用して行った輸送方法を、前線部隊が揶揄して名付けた。ネズミみたいなスピードってことだな。一方、アリ輸送は、主に大発動艇、小発動艇といった小型で比較的速度の遅い船艇による初等艦の部隊機動、輸送を指す。海洋初等を島津隊に8ノットに満たない鈍速の船艇が隊列を組んで島津隊に進む様がアリの行進に似ていることから自嘲的に付けられた。8ノットって時速どれくらいだ？1ノットは時速 1.852km だから、8ノットは、時速 14.816km ぐらいだ。時速 15km。ちょっと速い自転車ぐらいか。アリ輸送は大発動艇でも低長 14.8m と、外洋に出ると大波浪性に劣り、構造上、天蓋がないため降雨にも弱かった。実際、ガダルカナルの戦いで輸送された約1000名の第124連隊第2大隊のうち無事ガダルカナル島に上陸できたのは600名から700名。物資も途中で多くが放棄されたとされる。アリさん。実は増援の輸送については海軍がネズミ輸送を、陸軍がアリ輸送を主張したため一悶着があった。結局、両方行われることになり、本隊はネズミ輸送でガダルカナル島に向かうことになったが、このネズミ輸送でも駆逐艦アサギリが強沈するなどの被害が出る。輸送できないと辛いな。増援が遅れる間に、
ガダルカナル島の海軍部隊は徐々に圧迫され防衛線だったマタニカウ川を放棄して後退し始めていた。そして、9月7日までに、川口支隊は一機支隊の第二艇団と共にガダルカナルに上陸。川口支隊の一員として8月末に上陸した兵士は当時の様子をこのように語っている。私たちを出迎えたのが、一機先遣隊の生き残りでした。しかし、とても兵隊なんてものじゃない。痩せ衰えたヨボヨボの連中が杖にすがって、何か食うものをと手を出しましてね。米をやると、生のままポリポリかじるんです。わしらが来たけん、もう安心ばい、と元気をつけたんです。10日も経たんうちに、自分たちが同じ姿になるとも知らんで。米を生のまま。上陸した川口支隊は、一機支隊の戦訓から、正面攻撃を避けるべくヘンダーソン飛行場の背後に迂回して、ジャングルから飛行場を攻撃することを試みる。しかし、そのために必要な地図の準備はなく、険しい山岳地形の密林に進撃路を切り開くために、拡大隊の工兵部隊は通常装備を捨てて、ツルハシとスコップによる人海戦術で総攻撃の当日まで警戒作業を行った。完成した粗末な警戒路では重火器や砲弾の運搬は不可能であり、その大部分は後方に取り残された。また、作業により兵は疲労困憊していた。川口支隊はいくつかの隊に分かれ、期限までに決められた攻撃地点にそれぞれ進むことにしていたが、ジャングルの中を、武器弾薬を運びながら進んだため、攻撃開始に間に合わない隊も出る。12日夜、攻撃地点に間に合った部隊だけで攻撃。そして、9月13日から行われた支隊による飛行場への夜襲は苛烈なもので、一時米軍をかなり追い詰めるところまで行った。だがあと一歩のところで息が続かず撃退され、退却せざるを得なかった。以後、川口支隊独力で攻撃を再開することはできなくなる。この戦闘による川口支隊の戦死者行方不明者は約700名。一機支隊と比べれば損耗率は低かったが中隊長クラスの中堅将校が戦死した。また、再起を期してアウステンさんからマタニカウ川西岸にかけて負傷者を含めた5000名余りが駐屯することになり、兵站線の細い日本軍は、以後食料弾薬の補給不足が深刻化。食料不足。ガトウ？そうだ、以後ガダルカナル島はさながらガトウとなる。1942年9月17日、陸軍参謀総長杉山元陸軍大将は大元帥である昭和天皇にガダルカナル島の戦いについて以下のように上奏している。川口支隊の攻撃不成功の要因はジャングルを利用した奇襲に重点を置きすぎ、連絡不十分なまま戦力を統合運用しなかったためである。連合軍の防御組織、とりわけ物的威力が予想以上であり、同等では今後全くの力押しによる戦闘が求められる。この戦いを受けて第17軍に、関東軍、品波県軍などから20個単位の戦車、砲兵戦力を転用、編入し、戦期である10月中にガダルカナル飛行場を奪回するべきだ。ガダルカナル島の戦いにおいては、陸海軍戦力を統合発揮する必要がある。しかし、この上奏文をもとに作成された大陸命688号による兵力の転用は、当時の日本軍の海上輸送能力を超えたものであった。火器割り輸送により送り込む計画が破綻。10月1日からの駆逐艦によるネズミ輸送だけでは、兵站線途上のショートランド島から先に十分な重火器と弾薬を供給できなかった。小型で比較的速度の遅い船艇によるアリ輸送はうまくいかなくて、ネズミ輸送だけでは物資が足りなかったんだな。そこで10月中旬に、機動部隊の護衛と戦艦部隊によるヘンダーソン飛行場艦砲射撃の間接支援で、ガダルカナル島タサファロング沖に退去6隻の高速貨物船での揚陸を起とすることになる。ここまで来て、参謀本部の危機感はようやく高まる。この地域を担当する第17軍は第2師団の増派を決定し、参謀本部からも第38師団を派遣することになった。ようやく増援。さらに百武春義中将率いる第17軍には数名の参謀が参謀本部より派遣され、その中に一人の天才と呼ばれる参謀がいた。それが今回の主役となる辻正信中佐だ。ようやく主人公の登場か。辻正信は、1902年明治35年10月11日生まれ、陸士36期主席陸第43期恩師のエリートだ。軍事作戦指導では、作戦の神様、軍の神様と称えられていたが、指揮系統を無視した現場での独善的な指導など批判も多かった。
10月初旬、百武春吉中将以下の第17軍戦闘司令部がガダルカナル島へ進出。第2師団師団長丸山正夫中将が同島に派遣された。ヘンダーソン飛行場を挟んで川口支隊とは反対側の西側に上陸する。目的はもちろん、飛行場の占領だ。ヘンダーソン空港をめぐる死闘だな。第2師団は、ジャングルの迂回作戦で道を見失った川口支隊の失敗を受けて、大部隊による正攻法で攻撃を行う計画であった。そのため2万名以上の大兵力、火砲200門以上と戦車装甲車、75両の1個戦車連隊を上陸させようとしたが、ごく一部しか揚陸できなかった。やむなく、作戦は変更され、歩兵の主力は先に失敗したジャングルの迂回作戦を取ることになり、当初の正面攻撃は一部の部隊が陽動として行うことになった。だが、ジャングルを進むための地図や土木機械の準備は川口支隊の時と同様に全く行われておらず、したがって進撃路の警戒は遅々として進まず、部隊はまたもや道を見失った。ジャングルでの戦いは厳しいな。右翼部隊を指揮していた川口支隊長は第一次総攻撃の反省から迂回攻撃を進言。前線の川口少将は本部の丸山中将と直接話しておらず、計画変更の意見具申を辻参謀に託した。参謀に直接か？結果はどうだった？しかし、川口と辻は真っ向から意見が対立する。対立してどうなった？辻が下した決断。そして、その後の暴挙それは次回だ。気になるぞ。次回は、辻の決断がもたらしたガダルカナルの悲劇を解説するぞ。今につながる組織の難しさ、示唆に富んだ解説となるはずだ。次回も、ぜひ、見てほしい。知ってほしい。戦争の悲劇だ。ウプ主は歴史が趣味というだけなので、異論、反論や間違っている点も多々あるはずだ。それはコメント欄で教えてもらえると嬉しいな。頑張っても至らないところあるはずだからな。これからも勉強していくぞ。歴史を知ることは、今を知ることだ。と、信じているからな。まだまだ未熟ですけど、最新情報をお届けしたいのでチャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。